赤松の漫画有給ホルダーの扉による初表示。同人マークはタイトルロゴの左下に配置された。同人マークが考案された発端は、艦隊併用戦略的経済連携協定交渉で著作権侵害が非申告罪化される可能性について言及されたことにある。現行の著作権法では著作権侵害は、 権利者による告訴を必要とする申告罪となっている。なおこの非申告罪化に関して TPP 関連法案国会審議に基づく同法の改正案が可決成立し、非申告罪化規定が TPP11 協定発行日である2018年12月30日から施行されることが決定した。これがもし全面的に二千十三年八月、 赤松は、週刊少年マガジンから新連載の自作、UQ ホルダーにて、本マークを自ら使用、表示し、同作を、ライセンス許諾した。同年10月、マガジンと同じ講談社の他紙で連載する、シドニアの騎士観光本題11巻の帯において、赤松以外の著作物では初めて同人マークが付けられた。また、マックガーデンが発行する、 君としたいと僕の回答単行本第2巻から同人マークが付けられるなど、講談者以外の作品にも広まりを見せている一方。ゲームアプリでは2014年8月にアプラバットがリリースしたグリモア市立グリモアール魔法学園において公式サイトに同人マークが表示されている。同人マークの許諾条件や同人マークの FAQ 説明にある通り、 デジタルの二次創作作品をインターネットで公開することに関しては、許諾範囲には含まれない。同人誌即売会当日の会場以外での委託販売や中古販売、通販に関しても、許諾範囲には含まれない。その他、デジ動人、コスプレ、フィギュア、同人アニメ作品、同人音楽作品などについても、許諾範囲には含まれない。 上記の許諾範囲に含まれない内容に対しては、禁止等の意思表示をする効果はなく、あくまで従来通りの扱いとなる。また、過剰な性的表現などを伴う表現は、禁止されている。各々の,の,の許諾範囲に違反とみなされた場合は、同人マークのライセンスの終了及び配布禁止等によって、ライセンスが執行する。ちなみに、日本国内法では、 海外のようなフェアユースを許容する規定がない。衣装は創作を表すペン先と OK を表す丸が組み合わされたデザイン。講談社公認の公募によって寄せられた多数のデザインの中からレイアウトのわかりやすさと海外での認知性やジスマークを想起させる日本らしいデザインが評価され採用された。福井検索は同人マークを 苦肉の策と発言したことがある。ありがとうございます。